レンタケナチフィールドファイルは、北森博史による日本の推理小説のシリーズ。異端の民族学者、レンタケナチが、助手の内藤三国と共に、フィールドワークへ出かけ、事件に遭遇、民族学的考察を交えながら、解決していく。2005年に富士テレビ系列、金曜エンタテイメント枠で、共和は来年が、テレビドラマ化された。ナチが勤務する、あず大学は、 小前市にあるという設定である。作品はいずれも新潮社から発行されている。小説新潮に鏡連冊のタイトルで連載されていた未完の長編を講師ともにパートナーであった浅野理沙子が引き継いで完成させた。単行本未収録の2編と幻のプロットに基づいて浅野理沙子が書き下した新作4編を収録。2005年9月16日、フジテレビ。 金曜エンターテイメント枠でテレビドラマ化された。金曜エンターテイメントのホームページでは、新シリーズとあるが、2009年現在、続編は制作されていない。キャストスタッフ、女殺油地獄の一節に出てくる言葉。5月の節句の日を女性が男性に自由に命令できる日と定めた、東北から関東の習慣を考察した言葉。女性が、 生理の期間中、家族と隔離されて、生活を送る場所。新庁舎、天おにごり、レンタケナチフィールドファイルを書籍情報。ありがとうございます。